今日私が試乗しているのはホンダのアドベンチャーモデル、クロスオーバーモデルのフラッグシップ VFR1200X です。エンジン車体もかなりコストのかかった作りとなっているわけですが、それ以外にも DCT をはじめとする装備が満載されており、それらとともにスペックをざっと映像でご紹介したいと思います。それでは早速この VFR1200X の乗り味ですが、こういった6速からこのようにワイドオープンしたとき、こういったときには VFR1200F とは全く違う荒々しい加速感、そして鼓動感と言っていいのかどうか分かりませんが、エンジンのバイブレーションも感じられて、とても楽しいエンジンになっていると思います。おそらくこの辺りのエンジンのチューニングというのは車両のキャラクターに合わせて変更されているのだと思いますが、まあ、この変わりようというのは全く見事だなと思います。今マニュアルシフトモードに移行していて、プラスマイナスの左手側のレバーを操作することでシフトできるようになっているのですが、ちょっとやってみたいと思います。はい、5速、4速、3速、2速高速道路上で2速までパンパンとシフトチェンジするというのはなかなか慣れないと難しいわけですが、この DCT であれば全く問題なくできますね。そして変速中もわずかなトルク変動が感じられるだけで、おそらく人間がシフトチェンジするよりもこの DCT のシフトチェンジの方がよほどスムーズだと思います。回した時のパワー感というかトルク感も十分で、これぞ V4 エンジンという感じに満ち溢れていて、とてもいいエンジンだと思います。はい、今右手のレバーを操作したのですが、今オートマチックモードに移行しました。このオートマチックモードの状態でも、このように左手側のレバーを操作するだけで任意のギアを、一瞬というか必要な時だけですけれども選ぶことが可能になっています。はい、今トップギアなんですが、例えばこういった状態から、はい、このように開けた時ですね、今四輪のオートマチック車のようにキックダウンしたわけですが、そういったキックダウンの反応もとても自然というか素早くて、瞬時にスロットルを開けるだけで必要な車速が得られるというのも実によくできているなと思います。そして車体の方もかなりしっかりしていますね。 VFR1200F 譲りの光合成のアルミフレームを採用しているということで、車体にやわなフィーリングというのは全く感じられないですね。前後の足回りはそうですね、基本的にはオンロード向けの足回り味付けになっているのかなという感じはしますが、実際にオフロード走行したらどうなるのか、そのあたりも時間があれば検証してみたいと思います。
高速道路上におけるハンドリングというのは V4 エンジンにありがちなエンジンのヘッド周りの重さというのはあまり感じられないですね。重くはないんですけれども車体の反応はワンテンポ遅れてついてくるという感じで決して扱いにくいモデルではないと思います。ウィンドスクリーンは2段階に高さが調節できるわけですが今日は冬場ということで私は高い方の位置にセットしています。スクリーン自体の長さがあまりないので、端的に言ってウィンドプロテクション効果自体はそれほど高くはないと思います。いずれにしてもこの VFR1200X 高速道路を使って一気に長距離を移動してそして目的地で例えばのんびりとツーリングを楽しんだりもしくはオフロードに足を踏み入れたりとそういった用途にはぴったりのバイクなのではないかと思います。はい、ホンダ VFR1200X でワインディングを走り始めました。やはりワインディングに持ち込んで右手の開け閉めが多くなると際立ってくるのはこのエンジン自体が持っている肌触りの良さというか面白さですね。空冷エンジンかのように微妙なバイブレーションを伴いながら加速していくという感じでこの時のフィーリングが実に心地いいんですね。ホンダというとストレスなく高回転まで伸びていくエンジンというそういったイメージが強いメーカーだと思うのですが、そういったブランドイメージとはちょっと違う荒々しい V4 という感じでこの辺りがとても面白く感じられます。開けた時のパワー、トルクともに十分ですね。 1236cc という排気量からすると出力、トルク自体は数値的には若干控えめという感じもするのですがワインディングも十分にスポーティーに楽しく走れる出力、トルクだと思います。高速道路ではやや固めに感じられたのですがこうしてバンピーなワインディングを走ってみると意外にもよく動く前後の足回りという感じでこれもなかなかいいフィーリングだと思います。確か車重は288キロあったと思うのですがこういった重ための車体とよく動く足回りの組み合わせというのは乗り心地もいいですし実際に走ってみると安心感も高いということで好ましいコンビネーションだと思います。ブレーキに関してはホンダお得意のコンバインド ABS を搭載しています。通常リアブレーキを担当しているペダルを踏むとフロントにも適切な範囲内で制動力が配分されるということで私も先ほどから何度もこのワインディング U ターンしているわけですが適切な範囲でブレーキがかかっているのでフロントタイヤにですね、自然にしっとりと荷重が乗るということでこういった点でも安心感を持って U ターンなどの小技が決められるそういったブレーキになっていると思います。機器自体もとても強力ですしコントローラブルでこの前後ブレーキはなかなかいいと思います。これに関しては高速道路で感じたのとあまり大きく印象は変わるところはないのですがハンドリング自体は基本的には穏やかなハンドリングにまとめられていると思います。この V4 エンジンのヘッドにはホンダ独自のユニカム方式が採用されていてエンジンの上側がかなり軽量コンパクトにできているということで挙動自体は重くはないと思います。むしろこれぐらいの大柄な車体のバイクにしてはとても軽い方だと思います。ワインディングを走り始めると冒頭に言った通り際立ってくるのは DCT とかそういった装備の豪華さよりもこのエンジンが本来持っている味わい深さというか面白さそういうものだと思います。ホンダ VFR1200X で林道を走り始めました。エンストしないということでこの DCT 付きの車両で林道を走ったらさぞや楽なのではないかとそのように予想していたわけですがこうして実際に走り始めてみるとその予想はまさに当たっていたという感じですね。 DCT 付きの車両ということになるともうすぐホンダからアフリカツインが発売されると思いますがそのアフリカツインはフロント21インチホイールを採用しているということでよりオフロードを走りやすいモデルになっているのではないかと思うのですがこの VFR1200X もこの大柄な車体からは想像もつかないぐらい林道走行が楽になっていますね。林道ももう凍っていますね、一部ね。ただこの VFR1200X にはホンダセレクタブルトルクコントロールいわゆるトラクションコントロールがついているのでこういった凍り始めている林道なども安心感を持って走れるのではないかと思います。
それにしてもエンストを気にせずに林道が走れるというのは本当に楽ですね。まるでオフロードライディングの世界が変わってしまったかのような、そんな衝撃を受けています。ライダーはクラッチ操作、そしてシフト操作から解放されているということで、ハンドル操作、そしてブレーキングなどに専念できると。これも DCT の副次的な効果だと思いますが、林道走行を楽にしている要因の一つだと思います。それにしても走りやすいですね。めんどくさいことは DCT がほとんどやってくれるので、ライダーは本当に、まあ、ライディングに専念できるという感じですね。また今のようなですね、まあすでにもう道が凍っているので、ああいう場所ではもうそれこそ歩くよりも速度を落とさなきゃいけないわけですが、こういった林道ではですね、そういったごくごく低速走行でエンジンをエンストさせずに走るというのはなかなか難しいテクニックであるわけですが、 DCT であればそういった操作からも解放されているので、できるだけ安全なルートを選ぶことに集中できると、まあ、これもですね、林道走行を楽しくしている一つの要因だと思います。はい、それにしてもかなり凍ってますね。そうですね、あまり私には感じられないですけれども、これ実際には後輪は結構滑っているのではないかと思います。まあ、ただそういった場合にもトラクションコントロールが介入してくれているので、ライダーはそれをあまり意識せずに、ああいった難所も乗り越えられるということで、実に走りやすいですね。前後の足回りは高速道路などでも説明した通り、オンロード向けのセッティングとなっているので、もう少し動いてくれたらなと思うところはあるのですが、まあ、今言った DCT の圧倒的なメリットがあるので、それほどですね、気にならないというかネガティブな部分にはなっていないのではないかと思います。コンバインド ABS もこういった林道では使いやすいですね。フロントにしっとりと、制動力がかかって荷重も乗るということで、林道走行であればですね、このリアブレーキのペダルだけでも十分に走れると思います。こういった林道ではブレーキを引きずりながらスロットルを開けていくという操作が必要になってくると思うのですが、通常の車両であれば、まあ、あまりですね、ハンクラッチを使いすぎないようにとか、まあ、いろいろエンストの問題も含めてですね、いろいろ気にしなきゃいけない部分もあるわけですが、この DCT がついているおかげでブレーキングとスロットル操作に専念できるということで、本当に楽ですね。はい、こういった勾配のある上り坂もですね、通常のビッグオフ大型エンデューロモデルであればクラッチ操作、エンストさせないように、そして駆動力を得ながら前に進む、低速で進むというのは難しいんですが、いとも簡単にできてしまいますね。まあ、いずれにしてもこの VFR1200X、 高速道路、ワインディング、そしてこういった林道と、どういったステージでもかなり次元の高い走行ができるモデルだと感じました。はい、ということで今日は1日ホンダの VFR1200X クロスツアラーに試乗してきました。最後に気になるポイントをいくつかご報告しておくと、まずこのウィンドスクリーンですが、高さ調節2段階にできるわけですが、工具が必要な上にグロメットを4箇所移動しなきゃいけないということで、この点に関してはワンタッチでなくてもいいと思うので、工具なしでウィンドスクリーンの高さ調節ができればなお良かったかなと思います。またですね、私のようにですね、林道走行好きなのにたまにしか林道に行けないという人間にとっては、まあ、オフブーツを履いてリアブレーキの微妙な操作というのはなかなか難しいところがあって、この DCT を採用しているのであればリアブレーキ、まあ、この車両の場合はコンバインド ABS なので、前後のブレーキになりますが、左手側にもブレーキレバーを持ってきてスクーターと同じような前後ブレーキレバーの操作にすれば、より林道走行が楽になったのではないかと思います。そしてこの VFR1200X ですが、価格は税引きで175万円ということになっています。受注生産者であるがゆえに市場の機会も少なく、その点でユーザーになかなかアピールできていないのかなと思われる点でちょっと損をしている感じがしないでもないですけれども、 V4 エンジンを採用してさらに DCT を標準装備しているということで、他社製のアドベンチャーモデル、クロスオーバーモデルとは違ったアプローチの独特の魅力を持っている、そして出来のいいモデルだと感じました。